今ね、ずっとね、サエコさんのインスタライブを見てたんですよ。だからめちゃめちゃ目が疲れた。だって目薬したいね。あ、そう、スマホの見すぎ。まさにそれ。まさにそうですよ。ちょっと待ってね。いや、ない気がする。あったー。あったから、ちょっと目薬。あ、疲れ目のやつもあるじゃん。いいし、やったやったやった。やるじゃん、私。じゃあちょっと待って。あやー。できた。そう、最終だよ、みんな。最終です。途中に置いてきた飲み物は、あ、ここにあります。すっきりした。割と刺すの上手。本当？やったぜ。じゃあ次、あと明日の配信の日程を言いますね。明日の配信の日程はね、ちょっと待ってね。大体は決めてるんですよ。明日3日ですよね。3日よね、明日。6月3日。よし。え、合ってるよね。明日はね、今日とは全然違う日程です。明日は割とちょっといろいろあったりするので。ちょっと待ってね、今ね、適当に書いてます。よし。ラストか。明日ラストの時間がね、めちゃめちゃ遅いかもしんない。けどみんな来れるかな。そう、もう最終なんですよ、今日は。そう、今日は3時間早く終わらせる人多いの。本当に？私も今日割と8時50分で終わるので割と早いですね。そう、じゃあ行きますよ。明日はそう、予定があったりするので行きますね。まずでも明日のね、一番最終はめっちゃ遅い。今日よりもめっちゃ遅い。待って、ちょっと計算させてください。え、ちょっとこれ違くない？なるほど。早起きしなくていい。いや、まあまあ早起きですよ。まあまあ早起き。けど、今日ほど早起きじゃない。あんま変わらんかもやけど、今日ほどではない。けどまあ早起きですね。どまえさん、健
ケーキありがとう。カズ兄さん、かわいいさくらんぼありがとう。ダマンさん、かわいいさくらんぼありがとう。ショートさん、ハートありがとう。ヤス1983さん、ハットさんありがとう。わさっぴさん、アイスクリームありがとう。ヤス1983さん、かわいいさくらんぼありがとう。はい、ドラムロールいいですね。しますか。ではいきます。明日の時間を発表したいと思います。それではいきます。いきますよ。ドゥルル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 。私できないんです、これ。こんなこと言いながらできないんです、できないんですよ。私あのドラムロールできないんですできないんですよ。できんとよね。そう、ドラムロールできなくてドゥルル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 ルンできないできないのよ本当に。ドゥルル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 そう恥ずかしい。ドラルル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 なんかさ、できる人すごくない？できないんです本当に。でれれれれれれれ。じゃあ明日の配信時間を、配信タイムスケジュールを発表したいと思います。でれれ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 れん本当にできない、本当にできん。じゃあ明日の朝は、待って、止まってたりする？止まってないよね。止まってないですよね配信。大丈夫だよね。よし、明日の朝はまず8時から8時半です。7時ではなく8時から8時半です。まあ7時でもいいけど、7時と8時どっちが見やすいと、みんな7時と8時はどっちが見やすい？うん、それにもよるけど、まあ7時と8時はぶっちゃけどっちでもよくって、早起きか早ちょっとゆっくり寝れるか、1時間早く寝れるか1時間早く起きるかっていう時間になるんですけど、7時か8時は、まあ、ファンの皆さんに任せます。ゆっくり起きれる？ほんと8時で良さそう。なんか出かける時間とか、なんかお仕事行く時間とかあったりしたら7時が良かったりするかも。だからどっちがいいかな。8時、割と8時がいい方が多いねこのルームには。7時でも今日と昨日7時やったっちゃけど、結構ファンの皆さん結構ね夜の方が見に来てくれてたからいいかなって思ったけど、明日は8時にしてみたんですけど、どうですか？なんかでも今んとこ8時でいいよって方が多い、8時がいいって方が多いかも。8時見れる？本当？本当に？8時見れる？8時見れる人？見れる？本当？8時なら大丈夫。おお、嬉しい。8時なら星投げとカウント来れそうですか皆さん？会いに来れそうですか？30分間お仕事前にとか、うん、じゃあこれでいきますね。じゃあ明日は8時から8時半、だから1時間ゆっくり寝てください皆さん。お仕事ゆっくりだよって方、8時起き本当よかった。じゃあ明日は8時から8時半が一発目朝配信。お、星投げとカウントだけ行きますねって、嬉しい、来てください。
ソラノンに会えるなら見に来るに決まっ、見に行くに決まってるやんって優しい。仕事が始まる前で大丈夫そう。おー本当に嬉しい。お仕事してから仕事行きますって、嬉しいね。そうしてください、会いに来てください。明日もランキングやめます。星座ランキング、はい。で2枠目がもうこっからがめっちゃ時間空く。うん、こっからめっちゃ空きます。だからちょっと寂しいかも。今日も今日朝ここから、ここずっと、ここから7時からずっと見に来てくださってた方は明日はちょっと寂しいかもしれないんですけど、3時間はちゃんときっちりやるので、うん、でも寂しいと思う。まず8時から8時半の配信が終わった後、次の配信が待って、これ何分まで、50分 OK。 3時から3時半になります。はい、3時から3時半に なります。寂しすぎて泣いちゃうかも。泣いていいですか？いいですよ泣いてください、泣いてください。みんな泣いてるかも今頃、みんな泣いてるかも今頃。そうですね、待って待ってね。そうだよね、あっちゅうよね。待ってね。うんうん、オッケー。うんそうですね。みんな泣いてる、面白い面白いとか言っちゃったそう今日まではね、そう9時から9時10分と12時から12時半とかあったから、そうそれ考えたらちょっと寂しいかもだけど、はい、3時から3時半です。その次がこれ時間合ってるかな、待ってね、計算します。4時半、うん、5時20分から6時5分、めっちゃ中途半端なんですけど、5時20分から5時5分で、あ、もうここからトントンです、結構で、その次が8時から8時45分。明日はね、カウント会はなくして、ちょっと今日の反省して、30分と45分配信になってますね。だから45分2本と30分が3本って感じになるので、5本配信 ?8 本あったのが5本になって寂しいけど、そう時間は長くなるので、そう5時20分から6時5分で、その後が8時から8時45分で、ラストがちょっと夜にもちょっと開けなきゃいけない時間があるので、そこからちょっと開くんですけど、そうでもないかな、そうでもないね。8時45分終わった後、2時間15分ぐらい空いて、23時から23時半めっちゃ遅いけど、みんな来れるかな、うん、とりあえず見せますね、こんな感じです。めっちゃ適当に書いたからめっちゃ見にくいけど、8時から8時半、3時から3時半、5時20分から6時5分、8時から8時45分、うん、23時から23時半。あ、ツイッターにはもちろん載せます。ツイッターとインスタのストーリーにはもちろん載せるんですけど、こんな感じで、はい、やっていきます。みんなこんな感じで、
まだ2日連続配信中ってこれちょっとおかしくない？これ6月はってこと？結構続けてやってますよね、3日ぐらい。あれ？ 2 日目まだ。3日目じゃない？来れるのは1、2、5枠。まあ5枠しかないからね。1、2。おお、いいね。1、2、5。いいじゃん。来てください。でもここは完全に大体夜勤とかなければ。お仕事ない。寝てる時間じゃなければ。見に来れるかなって思うので。めっちゃ遅い時間にはなるけど。ぜひ夜、明日、5月、ん6月3日のラストにこの時間に会いに来てくれたら嬉しいです。うん、まあ朝はおはようって言って夜お休みまで、明日は会えるので。ちょっとここは開くんですけど、3時までめっちゃ開くけど、はい、5枠いける。本当に嬉しい。みんな早寝早起きには、早起き遅寝になっちゃうけど来てください。そう、あのいっぱいいろいろ考えて、その中にこう私の予定だったり開けなきゃいけない時間を開けたりしてこうなったんですけど、皆さん、あの一つずつの枠は今日より長いので、30分の枠と45分の枠しかないから、そう、10分で終わるとか15分で終わるって枠ない、明日はないので、ゆっくり見に来てくれたら嬉しいなって思います。だから明日は全部星を満タンにして会いに来てください。全枠、全枠満タンでいけると思うので、頑張れば。ちょっと産地の枠は難しいかもだけど、やってる人が少なかったら、でも割と全部星満タンで見に来れたら嬉しいです。最終、そうね、寝落ちみんなしないでね。え、嬉しい、起きとってくれるって。起きちょってみんな。そう、あ、明日は授業ないから全部いけるって。やった、見に来て。明日は楽しい配信もあったりするので、うん、今日も楽しかった。私はそう、明日はもっと楽しい企画配信があったりすると思うので、する予定なので会いに来てください。明日、多分明日すると思うから、はい、見に来てください。明日じゃなかったらごめんね。うん、明日です多分。うん、嬉しい、星投げ頑張るって。ありがとう、カウント投資投げよろしくお願いします。まだ企画配信まだ終わってなくて、絵を描くことと絵しりとりとカラオケちょっととドボンとかはしたんですけど、4つぐらいはしたけど、まだできてない配信もあるので、うんね、やっていきたいなと思います。そう、朝の時間を覚えたから、あとは755で確認す。そう、そしてみんな、ぜひ皆さん明日も待ってます。はい、こんな感じで明日はこんな感じでいきたいと思います。はい、ちょっと待って、大きい紙に今から書きます。明日の日程、何色で描こうかな。待って、でもここに貼るからやっぱこの色がいいんだよね。でもね、オレンジでさ描きたいけどさ、オレンジって見えなかったりするよね。オレンジって見えんよね、きっと見えないと思うので、よし、6月
3日、タイムスケジュール8時から2、3、4、ギリギリかけるかな。ちょっと最後の星ちっちゃくなっちゃった。じから8時半、8時半、待って、時間あるよね、あとちょっと。15時から15時半、はい。そして確かに壁に書けばね、大きく書けますよ、そりゃ。17時20分から18時5分、20時から20時45分、45分で23時から23時半、よし、こんな感じで。まだ時間あるかな。はい、書けました。みんなでね、頑張りましょう。よし。いや、ホワイトボードにね、したいけどね、ホワイトボードをなんか飾るあれがない。あの、何、穴開けなきゃいけなかったりするじゃん。そう、じゃあ行きますねドアラが後ろにいる。はい、朝は8時から8時半、3時から、次は間が空いて3時から3時半、その後5時20分から6時5分で、続いて8時から8時45分で、23時から23時半ね。これこの時間でさ、なんかちょっとなんかこの感覚やめた方がいいみたいな時間あったりする？あったら早めに教えてほしいです。なんか SNS に上げちゃう前に教えてほしい。大体の時間帯これがいいっちゃけど、なんかもうちょっとここ開けた方がいいよとかあったら今教えてほしいです。まあ変えない気がするけど変えれん気がするけど、うん。まあでも8時から8時半は絶対大丈夫だと思うし、でも全部さ時間結構空いてるんですよね。大丈夫そうだよね。ここも大体2時間空いてるし、ここも2時間以上空いてるからいけそう。大体2時間ぐらい、2時間以上は空いてるから大丈夫かな。割と大丈夫、大丈夫そう。なんかここの配信は意味ないよとか ない？さすがにないか。30分と45分の枠だし、2時間弱空いてるからいけそう。
大丈夫そう？詳しい方ぜひ教えてください。あと3分短いな、30分って。ランキングを見たいと思います。じゃあ13位スヌポンさん、ありがとうございます。12位ショートさん、ありがとうございます。11位ヒデトさん、ありがとうございます。10位シノアットマークサラノン大好きさん、ありがとうございます。9位ブーちゃん、ありがとうございます。8位あっくんは広島県民さん、ありがとうございます。7位カメムシ兄さん、ありがとうございます。6位リボンさん、ありがとうございます。5位カズ兄さん、ありがとうございます。4位ドマさん、ありがとうございます。2位カラスのカーコさん、ありがとうございます。あ、間違えた。3位カラスのカーコさん、ありがとうございます。2位わさっぴさん、ありがとうございます。そして1位は4983さんでした。ありがとうございます。はい、ひでとさん、くまちゃん、ありがとう。カラスのカーコさん、かわいいさくらんぼありがとう。ぶっちゃん、はたありがとう。リボンさん、お花ありがとう。スヌポンさん、お花ありがとう。シノ、お花とかわいい。だるまさん、ありがとう。カズ兄さん、お花ありがとう。はい、みなさん、かわいいギフトもたくさんありがとうございます。ってことでね、あと3分ぐ、あと3分で終わっちゃうので、皆さん今日も一日ありがとうございました。本当にあっという間だね。めっちゃあっという間だよ。そう、今日はどうだろう、予定通りに切れるかな。なんか秒数の差でわかんないんだよね。そう、昨日は秒数の差で切れちゃいました。うん、じゃあ明日のタイムスケジュールもこれで良さそうだったらまた755で教えてください。これで良さそうか、配信で見せた時間で良さそうか。うん、そう、じゃあじゃんけんしましょう。いきますよ、せーの、空のじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキです。一緒に頑張れて嬉しいって、こちらこそ一緒に頑張ってくれて本当に嬉しい。なんかイベントって絆深まりますね。チョキです。みんなありがとう、ありがとうございます。7位まであとちょっとかな。ありがとう、みんな今日も見てくれて。そろそろ多分配信切れちゃうと思うので、はい、手振っときます。ありがとうみんな。明日も朝は占いするよ、きっと。みんなありがとう、おやすみなさい。ありがとう、おやすみ、ありがとう、バイバーイ。自分で切っちゃおうかな。ありがとう。ありがとう。バイバーイ。